ちは。出勤に参りました、西さん。あ、勝手に入んないでください。すみません。メイズの、今月の集金、はい、皆さんだけちょっとまだいただいてないなと思って。嘘、ごめんなさい、うん、いくらでしたっけ。34,500円。あ、上がりました。ラッとね。あー、なんか準備しますから、うん、ちょっと座ってください、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、うん、お茶なんかいただいていい、うん、待ってる。何お茶いただいて。あ、お茶ね。はいはい、どんなお茶。熱い、熱い、半袖になる。熱い、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 今日の動画はここまで。ありがとうございました。それではチャンネル登録お願いします。コメントを待っております。さよなら。なんかさ、戦ってみたい。マジで。人をさ、あんな風にさ、煽ることできる？できない。できないでしょ。うい。そう。だからやんのかよみたいなさ。うるせえな、お前黙っとれやみたいな感じで。審査員のとこまで行ってさ、こいつやらしませんよ、うん、出せやみたいなやるじゃん。すごくない？すごい。人見知りしないんだよね。ね、何見てんだよ。は？見てんだよ。見てねえよ。見てんだよ。おめえが見てんだ。見てんだ。来いよ。来いよ。は？来いよ。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 あ、お前来いっすよ。来いよ。は？来いよ。今すぐやらず、今すぐ。は？うちでも本当そういう、あの、あれはできない。その煽りパフォーマンスみたいな。試合出るのはいい。試合出るのはいい。お前順番守れよ。順番だろ。知らないよ。好きに座らせろ。どけ。は？これうちの席だから。うちの席とかないっすね。さっさそうですよね。さっさそうですよ、ね。え、そうなん？いいですよ、ね。え、そうらしいですよ。あ、そうなんですか。はい。すみません。あ、でもよかったらいいですよ。あ、いいですよ。いいですよ。いや、申し訳ない。すみません。いや、いいですよ。いいです。ここに2席あるの。あ、じゃあ、じゃあ。もしもこちらが腕筋肉なんでたら。おい、どけ。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 どけよ。こんなに選手から切れることってあるんですか。どうなんですか、ルールとして。どけよ。モラルがないですよ。順番だよ。どけ。順番ですよね。目見ろ。そうですよね。目見ろ。はは？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 どけし。目見ろって見てんだろ。目見ろよ。ほら、怖いんだろ。見れないんだろ。あ、すいません。お願いします。お願いします。じゃあ、そこの、ヘアバンドくん。はい。リンリンです。リンリン？あ、なんすか？はぁ！来たなぁ！もう、はい、でかい。めっちゃ余裕だった。遅刻してすいません。いや、ありえないっすよね。すいません。え、おめぇ何やってんの。え、何？あ、遅刻だった。え、何？ピクピクってすんの。ちょっとビビってる。ちょっとビビってる。何？あ、何？震えてるの。形何？やんの？お前さ、腕何本あるの？あ、こっち4本だ。なんで？あ、こっちも足。本気で出てんだから。本気で出てんだよ。こっち。お願いします、マジで。うちは、こいつです。こいつ。は？こいつです、こいつ。は？こいつ。指さすな。こいつ。指さすな。当たってんだよ。は？爪が当たってきたんだ。当たってきたんだ。当たってきてるんだ。当たってきてね。やんのか？うっ！速さ超えれるか？こいつやりたいっす。え、こいつやりたいっす。やりたいっす。マジでこいつやりたいっす。じゃあ、面白いから決まりで。よし。お前、何？なんか手を。柔道初段、相撲初段持ってる。マジ？うん。煽り方。煽り方。マジで、本当に。そっちで
重宝するしかない。握りつぶすとか言って。あれ、じゃあそこのネズミ頭くんどうですか、やる気の方は。潰すだけです。ここはだから、そう、もう目も目も目も焦点待ってる。潰すだけです。で、隣になんかうざい急に問題。あ、こいつ思わないんだけど。はい、お前何、お前何、お前何。あ、こいつでもいいですよ。やんのやんの、目を見ろ目を見ろ。ただいま。あ、なんだよ。なんか座りたい。あ、やだ。じゃあこいつで。もうこれだ。動きも。で、最後は。最後は。急に。ありがとうございました。うわ、怖っ。カード。あ、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。一番この世で苦手な虫は？うわ、もう無理だけど、うわーってなるんですよ。幼虫、幼虫無理なんだよね。無理。やめよう、虫の話。なんで、なんでお寿司食べてんの。意味がわからない。意味がわからない。どういう神経。ちょっとネギトロいただいて、うん、おいで、うちの子たち。これなんていうの。め、め、めこ、めへ、なんだっけ、み、みこ、あ、みこ、みこけがへ、我に戻れて夏帽子。どういう意味？巫女ちゃんっていう姿を。あ、着替えて夏帽子。自分に戻って夏帽子。よくね？巫女着替え、我に戻れて夏帽子。もっとゆっくり、もっとゆっくり。巫女着替え、我に戻れて夏帽子。我に戻れて夏帽子。早くできる？できない。え、恥ずかしいよね。寿司うまい。寿司うまい。友と語りて目を合わす。コテ苦手だったの。うちもありよりはべり今そっかり。何がだよ。よいわ。そんな昔の言葉勉強してどうなの。そうなのみたいな。今見ようよみたいな。今のさ、税系語とか勉強した方がいいの。うん、何ついてくないの。だってさ、バイト先のことバサキ系だよ。バサシじゃん、もう、うん、バサキってやばいね。なんかバサキが一緒でみたいな。え、それマとかさ、マジって言うね。うん、マジって言ったら思うの。マーマなんか、海外の言葉みたいじゃない。マーエマエマエマエンディスね。確かに。それを彷彿とさせてんだったら、めちゃくちゃ頭いいですよ。頭いいですよ。エマ幸せ与えるよ。そうそうそう。どんどん省略されちゃうからね、うん、人が言葉を喋らなくなってくるんだよ。あら、そう。まあ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 、うまうま、ウニうまい、うん、ネギトロうまいわ。おいおい、マジおいなんだけど。おいおい、誰が沿ってんの。そんで誰が作って誰が発信してるの。インスタ、インスタか。マとかさ、誰が作り出してどうしてこんな日本に広まったの。それマみたいな。確かにね。誰なの最初は。マってなんだし、いやマジってことみたいな。じゃあこれからマって言おうみたいな。そっから広まってったりする。え、わかんないけど。一個の学校でまず広まり、そのだけですごいじゃん。全国に、地元の寮全国に。それを YouTube とかをしてる人が聞いて、なんか最近のことマって言うらしいねみたいなのが広まっていくみたいな。なるほどね。そういうシステムなんだよ。システム、システム、そういうシステム。え、初リリースだよね。ちなみにこの曲は。すごいびっくりした今。いや、なんでだろうね。うち怖いなって思うんだよ。なんか最近思ったんだけど、うん、おもろって思う瞬間とか、そのおもろいの位置、うん、人が見てないそのおもろいとかあるじゃん、うん、今のめっちゃおもろみたいな、うん、なんか誰かが何かをして、うん、やっぱ感性が合わない。何笑ってんのとか言われてさ、いや何だろう、今こうこうこうでみたいな。ああ、え、だから多分うちらは当たり前だったじゃん、それが、うん、なんか面白い笑ってリホの方見たらリホも笑っててみたいな、うん、そう、それってすごいことなんだよ。マジですごいことだって思う。分かんないのみんな。だからこうそうなるよね。そう、え、ねえねえ、何だったんだよ。そうそう、ああねみたいな、納得されるみたいな、うん、辛い、あの瞬間辛いね。すごいことなんだ。おもろいっていうことが一緒な人、うん、友達にしても、うんうん、例えば彼氏とかその旦那さんとかにする人、うんうんうん、
って大事だなってすごく思いました。マジで大事です、本当に。だから本当に一生、うちらはたとえなんか離れ離れになったとしても、うん、お互い忘れられない存在だろうね。例えばもうなんかすごい喧嘩してとか分かんないけど、うん、もういいよって、やめよう、フェンスブラリングみたいな、うん、だったとしても、絶対忘れられないんだと思う。あ、なんかの時のたびに、あこれ、医者だったらな、今だったらな、なりそうだよ、なりそうだよ。実際さ、22年間友達だけどさ、うん、22年間まるまるめちゃくちゃ一緒にいたわけじゃないじゃん、うん、そ、空白のさ、高校時代とかさ、うん、全く一緒になかったっけ、うん、とかもあるのに感性一緒ってすごいね。すごいよね。だからリホのおかんとかうちのおかんとかっていう話になってくるのかもしれない。もう感性が知らん、わかんないけど、なんか自然を感じたいわけ。確かに。編集するよ。見たこと見たこと見たことないや。見たこと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 。あ、ちょっとなんか早すぎた。見たこと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 。これ何？だから何？だから何？何？誰か得した今ので。何か学びになった？何かを得た？ねえ、いや、わかんない、今のね、うん、これだ。何かのきっかけ、アイデアをね、ちっちゃくなる、だんだんちっちゃくなる、だんだんちっちゃくなる、マトリオシカ、マトリオシカ、アウト。敵だね、敵だ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 、そうそうそう、もうね、もう皆さん、もう見ない、平成フラミンゴは、見ない。もうその方がいいです。見ない方が身のためですよ、うん、そうそうそう、うん、なんか自分のために使いなさい、その時間を、うんうん、そうそう、何か、そう、アイデアを、そう、無駄、無駄、うち、うちが平成フラミンゴじゃなかったら平成フラミンゴの方が動画見ないから、見ない、見ない、うちは見るけどね。マジで、ほんと学生は見ない方がいい、とにかく。本当にないの、意味ない、意味がない、うん、と申し訳ない、本当に申し訳ない、うん、だって他のさ、YouTuber さんのチャンネルとかさ、うん、まあちょっと見たくなるのさ、なるなるなる、その1万円 Uber Eats とかにしてもさ、うん、1万円しっかり食べきるね、そう、辛いところを見せたりとかさ、うん、するでしょ、うん、なんだこれ、なんだこれ、編集するとか言ってさ、うん、Uber Eats とか、いや怖いよ。だからこういう悪いことばっか教えてるの。あららら ら, ら, ら、そうだ、一瞬勉強しよう。でもさ、英語のサイズはさ、一瞬編集しようってできてないじゃん。できてない、いいよ、いいよ、うちらも一緒だね。ってなっちゃうから、これを推奨しちゃってるから。ダメダメダメ、本当にダメだよ。これダメな大人の姿見せてるだけだもん、ね、そうそうそう、本当にそう、うん、ていうかね、この二人が揃うとダメなんですよ。ダメですね、もう昔から言われてました、はい、先生にも顧問にも言われてましたよね。言われてました。この二人が揃うとろくなことがないと。本当その通りなんですよ。だから本当にろくなこと起こしてないでしょ。起こしてないんですよ、ね、ここ数年も、うん、本当にね、おかしいでしょ。なぜ YouTube を始めてしまったのかっていうか、そこですよ、まず。いや、よかったよ、本当に、うん、だから感謝でしょ。感謝感謝、ありがとう、ありがとう。やんの編集はね、深々と2回やる。で、あ、こっち見てる。こうなっちゃったから、うん、やるの、やるよ、丸坊主お化けが。なんだよ、それマジで、本当にそう、空き地のいいのだからベッドでも最高になるね。しかも、うん、そして、四角いんです。彼氏で、まあ、そうですね、いい、いや、友達も、あ、いいね。エロやつ、近いです。斉藤さん、近いです。な、寒いもんな、最近。いつも言ってます、いつも言ってます、私、斉藤さん近いって。寒いな。あ、部長来ましたよ。いや、ありがとうございます。斉藤さんが近いです、部長。使うと何があるんですか。よく言うじゃないですか、ハリネズミも傷つかない程度に近づく。
誰も賢いで見る。何してんの、何してんの。うち高校とかの時にめっちゃハマってたの、うん、めちゃくちゃいいのよ、うん、女音出ていこう。え、でもおっさんみたいだったよ。うん、今のおっさんだよ、指つくって寝てるときも。やばいやばい、うちあれさ、ちっちゃい時からの癖なの。あれさ、鼻取れてる、鼻取れないかっけ。え、それでうち見て、ここ怪我してるのまた。え、こう血出てるの。そう、これまたやっちゃってさ、ちょ寝てるときにめっちゃ鼻かいちゃうの。わ、うん、かる、毛が血わかる、血でもね、なんかね、愛しいと思うよ。じゃあ絶対見せたくないんだけど、もっとさ、うち今までの彼氏とかも絶対やってんだろうなって思って。どうぞどうぞ。いいと思うんですよ、かわいいですよ。よくねえな、鼻ほじってるから全然いいじゃん。え、こうやって、隠れてさ見ちゃった時嫌じゃない。でも一回見られた気がするの。っていううち、あれだわ、元彼が鼻くそ食べてるとこ見ちゃったんだよ。食べちゃったか。食べちゃった、こうやって、うん、こうやってやってて、うん、やってんなっていうのはもう視界で見えてたわけ、うん、でも別に鼻くそ落ちるぐらいもう落ちもするし、うん、まあいいやと思って、うん、だからなんかうるさーって言った時なんか、うん、んだからって、うん、今食べたでしょ。食べちゃったね、今鼻くそ食べたねってなって、うん、食べたって言ったの。なんか、食べてねって言ってたけど、絶対食べたし、あ、うん、こうなってたんだ。そう、もう、この指でほじってて、うん、で、うちが次見た瞬間に、うん、みたいな。そうそうそう、瞬間だった。なんか、ごまかす瞬間でしょ。やって、真似できるじゃん。いや、てか、マジでこれも無理だ。え、てかさ、ん反応早いの、めっちゃ。ん、そう、反応早いの。んそれどう思ったの？可愛いと思ったの？可愛いって思っちゃったんだよね。もうダメ、鼻くそ食べるのはダメだよ。私多分何してても可愛いって思っちゃうわ。多分言ってみなきゃ、いろいろ引くこと、引くこと多分引かないよ。素直な気持ちで答えるわ。あ、じゃあ鼻をってやった時にピョーンって出ちゃうやつ。全然大丈夫、うちも平気ね。多分だからそのごまかす感じが嫌なんだよ。そうそうそう、ごまかすとかなんかこうんみたいな。なんかちょっとなんか、そう、ん、すごかす感じやろ。マジやろ、ね、ブチョブみたいな、すごい出ちゃった時とかになんかこうみたいな。だからごまかさない方がいいんだって。ちょっとさ、ブンってやっちゃってさ、痰とか出ちゃう時あるのに、鼻水のような痰のようなみたいなやつが、それをさ、目を気にしながらさ、うっ、それちょっときついな。きついよね。なんでだよ、前だけでなんでだよ。ねえ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 目つきとか言うの？何が？男性に、彼氏、彼氏、彼氏。めっちゃ言う。どんな感じで？え、大好き。キモ。え？大好き。私あなたのこと大好き。え、言わない？言う。言うでしょ。うん。大好き。大好き。って言うよ。わかる？確かに。え、なんかどうしたの？ん？なんかどうしたの？しないよ。え、なんかどうしてる？めっちゃ痛い。
見てる。これキモい顔で撮ってる。ねえ、考えて、うち今好きな人いるわけじゃん。いるよ。だからね、そのけどね、いや、あのね、分かっておいてほしいことが一つありまして、女子って女子でいるときこんな感じだから、みんなそうだろ。逆に男性の前でブリッコしてるとかじゃなくて、それが普通なの、そっちが普通なの、これで異常なだけなの。分かる見たことないじゃん、ないじゃん。踊る。うちが最近好きな BGM 当ててください。一緒に出そう。いいよ、うち分かんだよ。せーの。そっちと迷った。めっちゃ迷った、それ。うるさいでしょ。アスカイ、あ、サマースカイ。あ、うちもめっちゃ迷った。こっちかと思った。いや、うちマジ2択だった。これじゃ、え、これも大好き。これかさっきのでめっちゃ悩んだ。すごい。うちも悩んだ。うちもそっちも大好き。うちそっちの方が好き、ね、だから、うん。ってぐらい心を取ったよ。マジで。素晴らしいって思わせられるよね。かわいい。お母さん、今日までありがとう。私は今日斉藤さんの妻になります。今までいっぱい迷惑かけたよね。私は結婚してもお母さんの娘です。あ、無理。泣いちゃう。何してんの。練習。じゃあさ、うちらの結婚式の練習じゃん。え、うち多分、大号泣しちゃうかも。友人代表の。もう無理。嘘。無理。感動するかな。いや、やばいと思うよ。すんのかな。うち多分もう、友人代表。違う、もう入場じゃない。もう、パッて開いた瞬間じゃない。うち多分見れない、マジで。もう、ふざけんな。ね、誰よりも泣いてると思う、親族の、うん、もう、あの、リホオカンより多分うち泣いてる、絶対。リホオカンとも。抱えてなく。でも何言えばいいか分かんないもんね、もう。いや、もうね、逆に言うことないよ。言うことない。何を並べても、そう、足りないで。足りない。どんな言葉でも、そう、足りないよ。どんな言葉を紡げばいい。あ、結婚する。入場でしょ。入場こっちだから。え、新郎だ。え、あ、こうか。こうじゃないの。こうでしょ、こう、女性は。これ
エスコートしてるやん。そういう感じの面白い入場とかしてほしいもん。逆に、ね、逆転してるみたいな。旦那さんがドレス着てリムがタキシード着て一回やってほしいじゃん。あ、ね、ですぐお色なし言ってもいい。もうあんたらしくて最高。いや、あんたじゃそれは。いやいやいや、ふざけちゃいそうだよね、ほんとふざけちゃうと思う。うわ、て最高だな、マジ。ちょっと早く結婚してしよう。いやいや、逆にすればすればやばい。大丈夫ですか、大丈夫ですか。大丈夫です。カボカボ系。うわ、もうやだ、最悪。1111大きいんですよ、動きが。違います、今我慢したんです。我慢はグッとこらえてください、はい、我慢でこうなる人いません、日本に。ちょっと若めの匂い。お手払いに行ってきます。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませ。行ってきます。はい、お戻りで。あ、お帰りなさいませ。出れない出れない出れない出れるわけないよね。でもさ、うん、川口春奈さんって知ってる？はい、サイレント。はいはいはい、存じ上げる。制服着てんの？同い年だと違和感ないの？何食ってどんな生活したらあの水だけ飲み物濃いと思わない？逆に普通なんだよ。やるね、ポテンシャル。あ、選ばれし者だ。うん、かわいすぎだ。ダメなんだ。だるいべ。だるい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 。本当どう考えてもだるい。すっごい見とれちゃう。わかる。顔見てて透き通ってるね。華やか。華やかだね。華やかだよね。華やかだね。見てんの？見ろよ。すげえおもろい、おもろいっていうか、すごいいろんな伏線というか、いろんなもう凝って凝って、え、そういうこと？みたいな細かいところまで。見て、早く。何してんのよ。見ろよ。あ、煽ってきてる。ブレイキングダウンです。あ？見ろよ。見ねえよ。見ろよ。見ねえよ。今全世界が見てんだよ。全世界が見てて、お前何でも見んのか。そしたらカエルの出産シーンとか全国のみんなが見てたら見んのか。違う、お前はさ、お前はさ、いつもスパイファミリーもそうだけど、一回みんながブーム去ってから見んだろ。で、なんか後からさ、てかさ、サイレントマジ面白くないとか言ってくんだろ。もうみんな終わってんだよ、その頃には。終わってるも何もない、作品は終わらねえよ。みんなが盛り上がってる時も知らないみたいなさ。いや、サイレント、うちのそぞね、心がギュッとなるやつ見れない。違う、ほんとに何とも言えない気持ちになる。なんか、この気持ちをどう表現すればいいんだろうって毎回なんか。わかるよ、この…わかる。でもね、涙流すってことはいいことよ。いいこと、いいこと、涙勝つとかある。涙勝つね。涙勝つ。だから、あれだよ。音読み人間。うっせぇ。うっせぇ。お前、英検持ってんの？は？英検？今、関係の話したら、パーカパーカ。小学生みたいだよ。ほんと、小学生みたい。おばさん、小学生。きつい。きつい。おばさん、小学生。帰る？二人で編集なんてできない。無理。もう、ほんとに二つ誘わないで。うん、二つ誘わない。マジでマジで。言ったな。いいんだね。マジで誘わないで。いいんだね。うん。無理だもん。無理。できない。できない。インポッテブル。インパ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 ッテブル。やだ。ミニオンみたいな顔してた今。ミニオンみたいな顔してやめて。ビロ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 。見たことないけどね。ビロビロミニオン見たことない。マジ見ろ。
面白い。めっちゃ面白い。そう。どういう話？可愛い。はい。なんか怪盗グルーっていう男性の人がいらっしゃって、その男性がですね、あのミニオンっていうのを作り出すんですね。頭がいいんで。でそのミニオンっていうのと一緒にするんですよ。グルーは、はい。子供3人いますよね。それ子供じゃないんですよ。知ってます。知ってますよ。はい。なんか引き取ったんですよね。引き取りました。なんか最初はあの自分のミッションのために利用しようと思ったんですけど、もう愛情が出てきてしまった。あ、それも愛です。はい、愛ですよ。で自分で育てる。はい。で自分の我が子のようになっていく。知ってます。なんかユニバーサル・スタジオ・ジャパン行ったんですよ。はい。その時になんか言ってました、彼らが。はい、なんか引き取られた記念日とか言って。あ、そう、うん、あの、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは何乗ったんですか？ハリポタ乗りました。乗ってないんですよ。うわハリポタ興味ないんで、ごめんなさい。マリオ。マリオ乗りましたよ。お、どうした？楽しかった。一緒に乗ったやつあったじゃん、マリオカートの。こういうやつ。はい、あれまた乗った。あれまた乗った。楽しい。楽しい。あのミニオンのハチャメチャライドみたいなやつ乗ったの。うわ、いいな。めっちゃおもろかった。いいな。楽しい。あとジュラシックパークも乗ったし。みんな、マジユニバ行きたいんだよね。楽しかった。でもユニバのお土産だもんね。あげたじゃん、ミニオンのカンカン。え、ほんと？何？あー！ほんとだ。ミニオンのミニゴーブルミニオン3個入りストロベリーコールを知るよ。焼き菓子。これあの薄いさ、好きだな、わかんないけど、チョコとかバニラとか。うわ、大好き。挟まってるさ。うわ、大好き。このカンカンも可愛いなと思って。可愛い。何かにさ、使えるね。うん、使って。ベルイベロ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 。ちょっと大きいね。うん。ベロベロいいよ。ベロいいよ。うわ、いいなでも、普通の部屋だった。うん、あそこは今日はなんだよ、いろんな感情があったんだよ。楽しくもある。忙しい部屋だったけど、一瞬でいろいろ味わってた。喜怒哀楽。喜怒哀楽一瞬で生きる。順番も喜怒哀楽このテンポで喜怒哀楽喜怒泣くって何？泣くじゃない。泣く力ない。 OK、 いくよ。せーの、喜怒哀楽。せーの、喜怒哀楽。喜怒哀楽。せーの、喜怒哀楽。ベロ出てんの最後。喜怒哀読むず。哀何？喜怒はい。はい。あ、手つけたらいけるかも。あ、確かに。ワン、ツー、スリー、ホッキー、ド、アイ、アイ。アイの時これ。キッド、アイ、ナラク。うん。キッ、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 ド、アイ、ナラク。ド、ド、ドド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 ドキ。おもろくないこのゲーム。ドドドドドドキ。何言ってるよ。あんだろ。ドドドドドドキ。あいや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 、ドキキキと。あかんあかんあかんと。怒ってるとそれでするやつ。ドド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 ド
編集隠しないらしくて、ほんとすいません。だって編集するなんて言ったよね。確かに、しないって言ってんの、編集しないしないって言ってんの。そうだ、確かに。じゃあした方だから、そうした方しないって言ってんの。確かに、偉いね、偉いねって話しないって言ってんの、はい、したんだ、しました、偉いしないって言ってんの、しないって言ってんの、最初からしないって言ってんの、言ってんの、分かってる。ドド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 ドキキキキキド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 キってやって、やっとろ、やっとろ。なんでドド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 平成編ゴッドゴッ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 おかしいよね、本当に。あとおかしい、うん、私可愛いキャラでいかなあかんね。うん、無理だよ、無理、無理よ、あんたといたら。なんで関西弁になってるの、たち。あ、2日前まで関西に乗ったからや。うわ、めっちゃ染まられてるやん。旅行で、いとこも全員関西人やねん。旅行で、旅行で関西弁染みつくすんやろ。ほんまなんだよね。ほんまなんだよね。九州弁いいよね、一番。だめ、話広げないで、マジで。頼むから、頼むから、マジで。もう終わらせよ、え、この動画というものをさ。え、どこの方言が好きか言って。え、私は博多はまず第一章だし、うん、関西弁も好きっすよ。関西弁ちょっと強く聞こえるんだよね。あ、そう、強く聞こえるね、男の人とかね。わかる。で、博多とかもちょっと強くない。だし、ちょっとなんかさ、怒ってんのってなる。うんうんうん、抑揚みたいな、うんうん、最後こう、うんってくる感じ。うんうんうん、言って、まあ最後。守るやんけ。これ可愛いやつ。え、そうなん？うん、そうか。あ、でもうち女の人の関西弁めっちゃ好き。わかる。可愛いよね。でもうちらみたいな女の関西弁じゃないの。絶対やばい。バリおもろやんけ。うん、ほんまかな。え、そんなんか。かなわ。かなわ。どうったらおもろいわ。まあいつもかなわも。いつまでも。いつまでも。行く年が過ぎても。辛い時にはそばにいよ。もう言うよ。まあ、飲む気でも飲む気だよ。何も言う。なんだし。おもろ。おもろい人間すぎだろ。すがると。どこで似ちゃったんだろうね。ね。笑点。上がって上がってた。思うんだけど、うん、テンポが他の友達と違う。全然違うよ、ね、テンポはマジで違うよ。マジ違うよね。全然違う。中学校の時からお互いを笑わせることに夢中だったんで。確かにそうかも。本当になんか笑わせて怒られさせたいみたいな、うんうんうん、特にその笑ったら怒られるから先生、うん、それに耐える自分らがおもろいみたいな。そう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 、勝手にあのあれみたいなのを吸ったってことで、松本人志さんのやつ、ドキュメンタルみたいな。あ、そうそうそう、本当に人生ドキュメンタルだよ。じゃあだって集合しててさ、走った走りに行ったとしたらさ、ずっとさ、はいはい、みたいな、ずーっとずーっと。でも試合中とかもさ、めっちゃピリピリしてる。顧問の先生なんてもうこう、うちはこう、サーブ打つ時の先生なんて、これでひっくり返るときに、こういうときに、ぬわーとか。で、そっから始まってんね。始まってんね、ヘズフラミモッツ。そう、リホがあの、小中っていう間にいなかったね。普通の女の子だったし、え、そうなんだみたいな、うん、知らないみたいな、ね、こんな笑う人生にならなかったってことだよね。ありがとうございます。かっこいいやつ作りたくない？作りたい。なんか、え、お疲れ、お疲れみたいなよくやるやん。なんかこうやってさ、なんかあ、ガチなやつ、こういうこうやってこうやってなんか、うん、みたいなやつあるじゃん。あるし、あれ作りたいね。そんな長ったらしくてもうキモいから。お疲れ。じゃあこうやって、ロールエで踊りをさあ踊りましょう。それだけ。それだけ。通常してた。おう。で、終わるところでね。あ、そう、終わるところをうちらはこう、せっせっせ特に倒しない。あ、そうそう。
その間何も喋っちゃう。調子音とか調子音とかダメなんだ。これで確認してるから。調子の確認。元気ない時からちょっとでかい。なんか抱えたいのあんな。元気な時はもうこう。元気ない時はゆっくりなんですか。ゆっくり。あ、元気ないんだ、今日用なかったこれめっちゃ元気だ全然こっちのこと考えてるんだよ分かった、じゃあ、あれだ、なんか大きな仕事を成し遂げました、うん、一日中ずっと撮影してました、はい、いや、マジお疲れお疲れガチお疲れガチお疲れみたいな、なんか、その、それねあー、はいはいはいだから TGC とか例えばさ、出たとするステージからかけてきましたはぁよかったね、マジでマジよかったアドレスアドレスマジでめっちゃ、めっちゃうまくいったのにで、うちらがよくやったさ、ゆえじゃあ、うん、お疲れみたいなこれレベルの、ちょっとポンポンぐらいだねうんポンポン急にしそうポンポンね、編集は二度と二人でやりませんはい、以上です以上ですね、思うの今から家に帰ってやってくださいはい、高校生に言いたいのは、ね、勉強は友達とはするなするな、うん、はい、はい、分かった分かったね、うん、分かったら帰んなはい、はい、じゃあバイミンゴーって言うよバイミンゴーそれではバイミンそれではドキドドおいしいこれザクね、うん、顎出すのうざいの顎出すのうざいよ、かなりダブレキングが出た時は顎出してる顎出すよしよしよしでももうこうやって入るからうちはなんかもう超失礼にポッケみたいに言ってあ、触れたあ、お座りください座ってください誰座ってください誰座れ座れ。うん。そこの玉ねぎ次自己紹介。はい。今回ブレイキングダウン初挑戦となりましたユーチューバーの平成フラミンゴ NICO ニコです。よろしくお願い申し上げます。君格闘技経験は？格闘技経験はゼロです。でもなんかアクションやったみたいな。アクションは一時期。行わせていただきました食らってるふりみたいなさしてさ、めっちゃ強い全然食らってない食らってない、避けれるで、全部それ相手が、なんか、みたいなっていうところをもう下、違う違う違う、下からうめっうめっ真剣にさ、違う違う違う、下からえ、なんか小学生のさ、わかるなんか男子のさ、違う、だから、わかる。それで相手が踏んだ時に、あ、違う、下がって。やばいって。でも三つ子の魂28まで。じゃあみんな安心してほしい。うん、大丈夫よ。そう、もうすぐ JK 卒業する人とか、なんか、やばい、年取っちゃうとか思ってても、あと10年ぐらい同じだから。同じだ、同じ。気持ちはもうだって18のままですか。そうっすよ。笑ったら今。今笑ったんだろ笑ったんだろなあなあお前ら、こいい、頑張れダメ、ごめんなさい、本当にね、バイミングしたいでしょ謝ろお互いに、ごめんねテンション上げちゃってごめんなさいごめんなさいすいません無理何時間撮ってんだよ、これ一番怖いわ、それが